ジェフリー・ブルマは、オランダ、南ホラント州ロッテルダム出身のサッカー選手。カスム・パシャ、SK 所属。ポジションは DF。フェーノールとの下部組織に所属していたブルマだが、チェルシー FC のスカウトの目に留まり15歳の頃、チェルシーのユースチームに加わった。その後チェルシーのユースチームから16歳で、リザーブチームへと順調にステップアップしていき、 2011年6月30日、ドイツのハンブルガー SV a の1年間のレンタル遺跡が発表された。2013年6月、PSV、アイントホーフェンへ完全遺跡。2016年6月25日、VFL ボルフスブルクに遺跡することが発表された。2019年1月31日、シャルケレイオンにシーズン終了までのレンタル遺跡。 2020年1月30日、1FSV マインツレーゴにレンタル移籍した。2021年8月3日、カスムパシャエスケート2年契約を結んだ。17歳で、オランダ U-21 代表に招集され、主力として活躍した。2010年の FA ユースカップでは、CB として優勝に貢献。二千十年八月十一日の対ウクライナ戦で、 オランダ代表デビュー。2014年11月16日の UEFA、ユーロ2016予選、ラトビア戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。